3年ぶりの舞台へ始動。 J2 愛媛 FC が2024年シーズンの新体制を発表しました。僕はこのクラブのアカデミーで育ったんで、これまで関わってくださったサポーターの皆さんにも恩返しするっていう部分も含めて、しっかり1年目からチームの勝利に貢献したいと思ってます。今シーズンは谷岡正志選手をはじめ、 FC 岐阜で昨シーズン9得点をマークした久保田涼選手など10人の新戦力を加えて J2 に挑みます。全ての水準を上げなければいけないので、チャレンジすることを楽しんで全員で成長していきたいと思います。新しいクラブのスローガンは己党、固定観念にとらわれず自分たちの道をフラットな心構えで進んでいこうとの願いが込められています。シーズンを戦う新ユニフォームもお披露目した愛媛 FC、 来月ホームにブラウブリッツ秋田を迎え開幕戦に臨みます。